ベロ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 。なるほど。え、わかった。わかりました。皆さんわかりましたよね。さすがゆっこちゃん。今日たくさんお話ししてくれたので、はい、じゃあちょっと熱力させていただきます、はい、僕は三重県四日市市のマスコットキャラクターの哺乳道くんだよ、はい、四日市市政100周年記念である1997年8月1日に生まれたんだよ。年は妖怪年齢で永遠の6歳、人間年齢でいうと20歳になったんだよ。僕のお父さんは哺乳道と呼ばれる高さがなんと9メートルもある日本一大きなからくり人形だよ。お父さんのように首を伸ばしたり目玉を動かしたりはできないんだけど、ベーッと伸びるこの長い舌を触りながら伸ばしたいことを願うとなんと願いが叶っちゃうんだよと、ベロ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 ー、はい、言っておりました。いや、結構哺乳道くんも長く喋ったけど、ゆこちゃんそんなにたっぷり言ってたかな。もうだいぶたっぷり伝わってきましたね。なるほど、ありがとうございます。短い言葉でしっかり伝わってくるものがあるんですね。そうですね、まあ、伸ばしたいことを願うっていうのは例えば身長を伸ばしたいとか、そうですね、寿命を伸ばしたいとか、うん、成績を伸ばしたいとか、いろいろお願いしてみたいですね。いいですね。ゆっこちゃんがお願いしたいんじゃないですか。その夢叶えてあげるよ。ありがとう。あのね、私実は哺乳道くんに叶えてもらって、お大学4年生の時に、はい、あの成績が伸びますようにってベロ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 伸ばしたところ、はい、なんと受験成功して大学に進学できたんですよ。ありがとうだよ。これは良かったですね。そうなんですよ、哺乳道くんのおかげでございます。ありがとう。